ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがクールな話題をご紹介。というわけで、本日は、水流の水位測定です。それでは、早速ですが、水源から1マス離れた水流の水位を測ります。結果はこちら、77センチ近辺でした。この要領で全ての水流の水位を測定した結果がこちら。この結果から、水流の水位は、水源から1マス遠ざかるごとに、11センチ強ずつ下がっていくことがわかりました。なお、水を合流させて水面を平らにした場合でも、先ほどの表とほぼ同様の結果が出ました。また、水流を光ゴケで囲み、見た目の水位を低くしても、水流の実際の水位は変わらないため、それを利用すれば、まるで水流上を浮遊しているような映像を、撮影することができるのです。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。